それでは、津軽家の紹介最終章、信平と二人の妻編を始めていきましょう。前回までの動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの動画をご視聴ください。さて前回は津軽藩第二代当主、津軽の信平の内政と外交について取り扱いました。弘前城の築城、港町、青森の新設、久保田藩との領境確定、まさに名君と言える功績ぶりだったな。そして、そんな信平が築いた弘前城の天守を奥主が引き足したと聞いて、こんなに羨ましい話はないと感じた回でもありました。まあ、現存天守は信平の時代から200年近くも後に建てられたものですが。信平時代の天守、タイムマシンができたら見てみたいものですな。さて今回は、内政や外交と同じくらい信平を語る上で欠かせないエピソードを持つ彼の二人の妻、辰姫と待姫のエピソードを語っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、信平といえば、妻についてもエピソードが豊富な人物です。信平の最初の妻については、松前義弘の娘とする説と石田三成の娘とする説、二つありますが、松前義弘の娘については、長兄津軽信武の妻であるとも言われ、確実なことはわかっていません。なのでここでは、高岡城築城中の慶長15年1610年に嫁いだ石田三成の娘辰姫を最初の妻として扱います。あれ、石田三成といえば、すでに次男が津軽藩にかくまわれていたような。そもそも、徳川将軍家の天下なのに、三成の息子に続いて娘までもらい受けて大丈夫なんですか？まあ石田三成については本人は首をはねられましたが、長男石田茂家は除名嘆願の末、処刑を免れていますし、三成の娘といえども、もらい受けたから直ちに反落者というわけでもなかったと思います。その上辰姫の場合は豊臣秀吉の正室ねねの養女となっており、公式には彼女は石田家の人間とはみなされていませんでした。だから、堂々と信平に嫁ぐことができたんだな。そして信平と辰姫の仲は非常に良かったらしく、このまま幸せな日々が続く、かのように思いました。しかしそんな二人の幸せな日々もつかの間、翌年の慶長16年1611年、ある出来事によって二人は一緒に暮らすことが難しくなってしまいます。ある出来事。徳川家康の養女待姫が、信平に嫁ぎました。なんだって。いや、まあ、当時の大名は妻を複数持つことは普通でしたからその点は驚きませんが、まさか家康の養女がここで来るとは。さすがに、石田三成の息子に続いて娘を迎え入れたのは、幕府としても見過ごせなかったということだろうか。可能性としてはなくはないですね。しかも待姫はこの時点で罰位置であり、信平に嫁ぐ前は豊臣秀吉子外の武将として有名な初代広島藩主福島正則の嫡男であった福島正幸に嫁いでいました。まさか元人妻だったなんて。さらに彼女は前の夫である福島正幸との間に一男をも受けていました。まさか元人妻だった上に子持ちだったなんて。これはいかがわしい匂いがプンプンしてくるな。おやめなさい。しかし当時の福島家では後継者の座をめぐってゴタゴタが発生しており、その過程で福島正幸は若くして亡くなってしまいました。この一件が原因で待姫は福島家を去り、実の兄にして下総の国関宿藩主の松平忠義のもとに身を寄せました。夫の一族のゴタゴタが原因で居場所を失うとはなかなか大変な立場だったんだな。その後待姫は徳川家康のブレインとして知られる僧侶天海の斡旋もあって信平のもとに嫁ぐことになりました。天海がこの婚約を斡旋した理由として、信平自身が天海の弟子だったことが挙げられています。天海が弟子の結婚の面倒を見たということですね。そして待姫の腰入れによって割り送ったのが、辰姫でした。家康の養女と三成の側女、修羅場になってもおかしくなさそうですね。待姫が信平に嫁いだことで、
辰姫は信平の側室という立場にはとどまったものの、この一件で津軽の地を去ることになり、関東にありながら津軽領だった神津家の国大太刀に移住を余儀なくされました。これ以降の辰姫は大太刀御前とも呼ばれています。神津家の国というと、為信が関ヶ原の戦いの恩賞としてもらった土地ですか？その通りです。一応津軽家の領地とはいえ、一気に遠く離されてしまいましたね。辰姫がかわいそう。しかしながら、その後も信平と辰姫の仲は変わらず良好で、神津家の国に移住してから8年後の元和5年1619年には男子を一人も受けています。この男子こそが後の津軽藩第三代藩主津軽信義です。おお、一緒に過ごせる期間は一気に短くなってしまったが、二人の愛は本物だったんだな。だが待て、姫は石田三成の孫が津軽家の跡取りという状況が許せなかったらしく、信義の誕生を2年後に知ると激しく憤ったと言われています。まさに家康の幼女らしい反応ですね。単純に側室に先を越されて悔しかっただけな気もするがな。結局辰姫は津軽に戻ることはなく、信義を産んだ4年後の元和9年1623年、32歳の若さでこの世を去りました。なお待姫が生きている間は、その亡骸すらも津軽に葬ることを許されず、辰姫の遺体が津軽に改装されたのは24年後の正保4年1647年、待姫の死後となります。なんかここまでの話を聞く限りだと、待姫がすごく嫉妬深いお姫様に見えるんですが。さて、辰姫絡みのエピソードのせいで嫉妬深い女性に感じる待姫ですが、北限の東照宮と言われる弘前東照宮の建立に一役買っていたと言われており、元和2年1616年に徳川家康が亡くなると、待姫の意向もあって信平は家康を祀る東照宮を領内に建てたいと志願。信平の師匠展開も、南部家の怨念を鎮め津軽藩の安定した治世を祈願するのにも役立つとして、これを仲介したため、江戸幕府は信平に弘前東照宮の建立を許可しました。また家康の遺言もあって、これを機会に信平は天台宗に改宗しました。待て姫、ただの嫉妬深いお姫様というわけでもなさそうだな。それに先ほど紹介した辰姫を津軽から追い払った逸話についても、実際は辰姫自身が津軽の地を踏んだことはなく、最初から神津家の国大太刀に使わされたとする説が有力のようです。待姫の嫉妬エピソードが一つ消えてしまいましたね。この逸話自体、関ヶ原の戦い直後に辰姫が兄石田重成と共に津軽に逃れたという事実と違うエピソードが元になっています。史実の辰姫は関ヶ原の戦いから10年経ってから信平に嫁いだことを考えると、この逸話も信憑性はなさそうですね。信平の嫡男津軽信義の一件についても、信義の誕生を知ってからしばらくは憤っていた待姫も、子孫繁栄を強く願って百日決裁に励んだ信平の姿勢に心を強く打たれ、寛永4年1627年、ついに信義を自身の養子として迎え入れました。百日決裁。百日決裁とは、肉や魚、匂いの強い野菜を100日間口にしないという修行であり、藩主という立場にある人間が行うにはかなり厳しい内容でした。それだけ信義を嫡男として認めさせたいという強い意志を信平が持っていたということですね。そんな彼の意気込みに応えた待姫も、決してただの嫉妬深いお姫様だったというわけではなさそうですね。また一説には、口述するある一件にも待姫が深く関わっていたと言われています。さて、内政面で目覚ましい功績を打ち立て、津軽繁栄の基礎を築いた信平でしたが、実は彼の代に、津軽家が川中島に転封されかけるという事件が起きました。え？川中島って、川中島の戦いで有名なあの川中島？その通りです。なぜ、津軽家が川中島に？全く意味がわからないんだが。これは待姫のかつての嫁ぎ先であった福島家の転封が深く関わっていました。福島家の転封。元和5年1619年6月、福島正則は幕府の許可を得ずに居城広島城の修築を行ったとして、秋、備後2カ国にまたがる50万石近くもの広大な領地を没収されました。
幕府にちゃんと届け出を出していたにもかかわらず、それを幕閣に握りつぶされたという逸話で有名な事件ですよね。実際は福島正幸の死後に着難となった福島忠勝の上洛を遅延させたり、江戸に送るべき人質を送らなかったりするなど、正則側の落ち度もあったようですけどね。ともかく、領地を没収された福島正則は、秋備後に過国に代わって信平が治めていた津軽藩47,000石に転封となり、代わりに信平は信濃の国川中島100,000石に加増転封されることとなりました。国高が一気に倍以上になるというわけか。でも、先祖代々治めてきた津軽の地を離れるのは、信平としても素直に、うんとはうなずけない話ですよね。その土地の事情も知らないのに、うまく統治できる保証なんてないですからね。しかし藩主就任にあたって幕府から支援を受けていた信平はこれを断れる立場になく、当時江戸にいた信平は、すぐさま天保の準備に取り掛かるよう国元に指示を出しました。この際、不足していた費用の一部を隣接する久保田藩藩主、佐竹義信から借りるなどしています。津軽家、二代目にして津軽を離れる、ですか。しかし翌月の7月2日、信平の川中島転封は突如として中止となりました。そして代わりに福島正則が川中島45,000石へ転封となりました。なんだってこれについては福島正則が、津軽は遠すぎるので行きたくない。と訴えたことが理由とされています。現転封される身でありながら、なんと贅沢な。また津軽家の記録では、待姫が天海らと共に幕府に裏工作をして、信平の川中島転封を中止させた。ということになっています。ここで待姫が登場するというわけですか？ただ、ということになっていますという言い方が引っかかりますね。実際、信平の川中島転封が中止となった理由はよくわかっておらず、待姫の裏工作についても、6月2日に福島家が改易されてから7月2日に信平の川中島転封中止が言い渡されるまでに、期間があまりなかったことから、その存在を否定する説も根強いです。いくら待姫が家康の養女で天海とつながりがあるからといって、1ヶ月で幕府と話をつけるのは難しそうだな。また福島正則の原転封は待姫の人生にも暗い影を落としており、前の夫福島正幸との間に生まれた息子は成人すると大道寺直秀と名乗り、津軽家の家臣となるのですが、彼は後に自分が福島正則の義理の孫であることを知ると、当時旗本にまで降格していた福島家を大名として復活させるべく、幕府に訴え出ることを志すようになりました。確かこの当時の江戸幕府って、大名家の原封改易を厳格に行っていましたよね。そんな状況で幕府にお家再興を願い出るなんて、危険すぎる賭けなんじゃ。なので待姫は直秀に直訴を思いとどまるよう説得しますが、聞く耳を持たなかったため、寛永13年1636年、直秀は待姫の心情を察した侍女に毒殺されたと言われています。義理の父津軽信平が亡くなってから5年後、三代藩主津軽信義の時代のことでした。ああ、直秀。なんでこんなことに。辛すぎる。生地出自を知ってしまったばかりに、こんな不幸な結末を迎えてしまうなんて。その後彼女は、翌年の寛永14年1637年に姪の風姫が義理の息子の信義の正室になったのを見届けると、実の息子直秀の後を追うように、寛永5年1638年3月22日、弘前城で病死しました。享年49。まさに波乱万丈な人生を送ったお姫様でしたね。福島家内部のごたごたがなければ、広島藩主の正室として順風満帆な生活を送っていたことでしょうね。さて、信平。待姫死後の津軽家はその後も江戸時代を通じて津軽藩の藩主として君臨し、江戸時代後期の文化6年1809年には、津軽藩の師範として黒井師範10,000石が成立。一方で南部家との因縁は変わらず続き、文政9年1821年には9代藩主津軽安親が盛岡藩士に襲われる相馬大作事件も発生しましたが、安親は一命を取り留め、彼の三代の地の当主津軽嗣明の第二明治維新を迎えました。というわけで全10回にわたる津軽家紹介シリーズ、これにて完結といたします。
ということで今回は津軽家シリーズ最終回ということで、津軽の武平の二人の妻、達姫と待姫の話について紹介しました。通説と新説で、経歴や人物像が全然違う二人という印象だったな。逸話ベースの待姫は、達姫に辛く当たった嫉妬深い女性という感じでしたが、実際の待姫は、時代に翻弄された苦労人ってところでしたね。三成の娘 vs 家康の養女という構図の分かりやすさが、そういった逸話を生み出したと言えそうですね。さて、当チャンネルではこれまで10回に分けて、室町時代から江戸時代前期の津軽家について紹介していきましたが、残念ながら動画中で触れる機会のなかったエピソードも数多く存在します。というわけで、もしそれらについてもっと知りたいという方は、青森県の戦国史を中心に解説しているゆっくり、ボイロ解説者、東欧見聞録さんの解説動画をおすすめします。他力本願かつ東欧見聞録さんが好きすぎて草、と言いたいところですが、東欧見聞録さんは本当に細かい事件の詳しいところまで解説していますからね。私の動画ではさらっとしか触れなかったため、信と浅野長政との因縁や、幻の二代目藩主津軽信武の詳しい生涯、大隈事件における津軽武宏家臣高坂九郎殿の激しい抵抗劇など、私の力では拾いきれなかったテーマを数多く扱っており、おすすめのチャンネルとなっています。東欧見聞録さんのチャンネル及び Twitter の URL は概要欄に貼ってあるから、気になる人はそちらから入っておくれ。さて戦国大名家紹介シリーズ、次回からはいよいよ当チャンネルの本丸、伊達家について紹介します。あれ、順番からいけば、次は香水寺芝家だと思ったんですが。それはそうなんですが、やはり私が伊達いぶりの神を名乗っていることもあって、伊達家の解説動画を望む声が結構ありまして、なので、予定を変更して次回からしばらくは動画本数に糸目をつけず、伊達家について紹介していこうと思います。香水寺芝家はその後に紹介できればと考えています。ようやく、本丸のお出ましですね。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。